かけるとこ作ってんの、うん、ちょっとね物かけてるしね、カラオでいくらも売ってるけど、うん、面白くねえだよな市販品じゃ、うん、壁掛けにするってこと。そうそう、ちょっとあのバッグやなんかストーブの周りでね干しとくとこもね。ああ、なるほどね、うん、既製品でいくらも売ってるんだけどさ、うん、プラスチックのやつが、ドアもその色で塗ったんだね。うん、そうそう、あの玄関のドアも、うん、この色いい色だな、好きな色なんで。焦げ茶で、うん、あんまり明るい茶色はさ、うん、マホガニとかってあんまり、うん、あの全体によってなんか赤っぽくなっちゃって、この そうだね、落ち着いて好きなんだ、うん、これもね微妙に違うんだよ。これはカインズの塗料でさ、うん、あの塗装屋さんから買ったやつ、塗装屋さんから買うのはね、ちょっと違うんだよ。あ、そうなんだ。そっちの色がいいんだけど。あ、そうなんだ、うん、メーカーも違うのか、うん、あ、カインズのオリジナルマークがついてるから、そうそう、ちょっと違うのか。これはね、カインズで、ね、そのただね、何がいいかってね、量がこれ少なくて、ね、そうだね、一斗缶で買うよりね、一斗缶で買うとね、何でも落ちる。そう、ちょっと多すぎちゃって、だけど色がね、微妙になんか濃い気がするね。うん、微妙に違うんだよ、その、うん、なんつったっけ、あのブランドは世界の、あ、そうなんだ、あっちの方がブランドなんだよ、やっぱり、ね、その色の方がちょっといいんだ。まあ分からんだけどな、黙ってる。だけど比べちゃうとね、うん、まあ色って微妙だね。そうだね、どうしてもね、そっちの方がいいんだけど、値段もね、いいんだ、えらい違う。あ、そう、カインズで、でもこれ一番高い頃8000円ぐらいするんだよ。あ、でも高いじゃん、一斗缶で2、3万してなかったっけ。3万ぐらいしてない、3万5000ぐらいしてたね。これが4本ぐらい入ってたから、これ1リッターか。一斗缶ってのが何リッターか知らない、18リッターぐらいじゃない、18リッターか、シシ16だから、同じだな、同じから、まあ大体同じぐらい、分が高いかしら、ね、まあ小分けにしてる分高いのはしょうがない、うん、そっちのでかいやつの方がね、色はいいんだ、うん、同じここに書いてあるウッディカラー、あ、それはもうウッディカラーって書いてあるだけで、ウッディカラー、これ何すか、なんとかっていうんだ、ウッディカラー、そうだね、これは要するに絵画が真似てるんだ、なんか缶の雰囲気も似てるよね、うん、似てるけど、だから似せてるんだ、うん、だから本当に一流のやつじゃないよ、うん、だから好みのことやるにはやっぱお金かけなきゃダメってことだ、3万円つととりあえず8000円あるやでもコスパで言ったら8000円の方が高いじゃん、やだけどさ、ランニングで行けば時にこれだけあればいいかって思って8000円の方が買ってきたんだ